ハロー YouTube 少年司のニュースの猫川にゃ、今日もレッドオブが闇ニュースをお送りいたします。闇の部屋の話をします。ちなみに僕の部屋も闇の部屋で、ギフハフに監視されています。はい、夏ギフハフ、チャゲの中ではだよ。チャゲにギフハフのことについてコメントいただいてもいいですか。今日はですね、今 YouTube で最も熱い〇〇ルームについて、インゴファンタジスタのオミソンが世界レベルの妙技見せていきたいと思いますつってんね、ということでね、やっていきましょう。暴露系 YouTuber のガシコちゃんと某有名社長のね、M 店ちゃんね、これがですね、今とんでもないバトルを繰り広げてまして、つい昨日なんかですね、ガシコちゃんの YouTube が2個ほど動画が削除されるって、お前大丈夫？お前 YouTube さん、僕は全然です。妄想なんで。このね、 M 店ちゃん問題なんですけどね、まあ、そもそも最初唇を切ったのは宇野国の女性をですね、呼んでパーティーをしてたってことだったんですよ。で、まあ、これね、まあ、確かに不謹慎ではありますけど、まあでもまあ100歩譲って、まあ大人と大人の付き合いならねっていう話だったんですよ。で、その後にちょっと今ね、ある部屋が話題になってるわけ。六本木にあるっていうカラオケレストランがあるそうなんですよ。で、ここは完全個室のまあカラオケルームで、まあ場所柄ですね、結構パリピたちがよく使うとのことなんですけど、ここの一室をですね、 M 店ちゃんが貸し切って、夜な夜なですね、主治を繰り広げてたんじゃないのかという M 店ルーム問題というものがですね、騒がれてるわけですよね。この前ちょっと快楽店って言ってね、滑ってましたけど、お前リアル快楽店やないかっつってね、前回この件に触れたコメントゼロですね。ということでね、男性ファンの皆さん、ぜひ快楽店についてコメントお願いしますね。もう一個問題は、このね、M 店ルームにいわゆるヤングたちを連れてきて、ヤングとお酒をちょめってたっていうね、これが大問題だってね、話題になっております。でですね、この場所には M 店ちゃんだけじゃなくて、 IT 社長とか、それからキッシーの片腕、右腕ね、片腕っていうと急に猟奇的な雰囲気になりますから、木原官房副長官ほとんど言ってますけどね、ということね、がですね、要するにこのなんとかルームは日本版なんとかスタイン島だったんじゃないのかっていう話なんですよ。で、あれね、なんとかスタイン島の首謀者って逮捕されて捕まってそのまま命を落としてるんですよね。これなんでかっていうと、口封じのためだったんですよ。あの島で行われてたことの真相っていうのは、ヤングと、ね、世界の有力者たちを合わせて弱みを握って、で、その後自分たちの思うがままに動かしていくと。なんとかスタインさんはただの客寄せでしかなかったわけなんですよ。だから消されたんですよ。今回 M 店ちゃん、実は日本でね、経済界の有力者たちをここに連れてきて、いろいろと弱みをあれしてたんじゃないのかって言われてるわけですよね。まあこれね、存在自体がね、あったのかどうなのかっていう話なんですけど、最近ですね、この M 店ちゃんのね、元副社長のこのすがさんっていう方がいらっしゃるんですけど、この方がですね、過去に Facebook でね、この M 店ルームについて言及してるわけね。ありますよ。これ M 店ちゃんのこと名指しで言ってなかったんですけど、マウスっていう名前にして言ってました。お前ミマウスとか絶対言うなってない、お前そっちで怒られるから、こっちがね、ミニハハっていう風にね、濁して、あれファンタジスタ副社長ファンタジスタかと、僕も使わせてもらってたんですよって、お前も使ってたんかいってことなんですけど、まあということを言ってたんですけど、この Facebook の投稿がなんと削除されております。そしてもう一個闇なことに、この M 店ちゃんの M 店ルームに女性を連れてきていたアテンダー、このね、ある若手社長がいるんですけど、この方がつい最近亡くなっております。これは何か意味があるんでしょうか。そして、まあ一部ですね、実はこの M 店ちゃんの背後にこのルームを支配している存在というものを指摘している人がいまして、それがですね、どうかご存知なんじゃないのかっていう話なんですよね。ということでね、 M 店ちゃんは実はただ楽しんでただけでね、部屋を用意させられていただけで、本当の目的を遂行していたのは別のものなんじゃないのかっていう話なんです。まあそもそもですね、このなんとかスタイン問題も、これバックにですね、なんとかスタインの恋人のお父さんって、サンライラのモッ
サモサしてる、モッサモサしてる例のあの秘密組織の重鎮だって言われてる。ここでね、取られてた情報って実はそっち側に流れてたっていう話がありまして、そうなんですよね。こういうのって箱を誰が使ってるのかっていうのが大事なわけですね。まあだからいいってこともないんですけどね。このもしですね、その未成年とかとね、お酒をちょめってたんだとしたら、これは大問題ですし、そしてここでですね、実は日本の国益が損なわれているようなことがもし起きていたのだとしたら、もうこれあれですね、 M10 カラッと上げてやるからな。 M10 だけにな。 M10 ルーム問題ね、解明されるのかどうなのかって話なんですけど、多分されないんじゃないかと思っております。つい昨日ですね、 M10 の25周年を祝うパーティーが行われたんですよ。でこの場所にですね、日本で一番偉い喫水外務大臣の林水などなどですね、有力者たちが駆けつけてですよ、この今選挙でめちゃくちゃ忙しい中ですよ、駆けつけて祝辞を述べてました。要するにこの M10 ちゃんは彼らが守っているっていうことなんですよね。そして皆さんちょっと一個思い出してほしいんですけどね、キッシーといえば広島のね、パンダちゃん応援隊、そしてこの外務大臣の林水は日本全国のパンダちゃん協会の会長です。そしてこの M10 ルームの背後にいるかもしれないパーファー、これは全部つながったらもう笹の葉食っとけ食っとけ、ガシ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 。 YouTube さん、僕パンダの話しかしてませんので絶対に怒りに来ないでください。水をかぶると女になっちゃう不思議な体質ね、ということでね、よし、これで多分ね AI さんはランマ2分の1の話だとね今勘違いしてると思いますので、話を続けていきたいと思います。でですね、その例のね副官房長官さんが言ってたかどうなのかって話、これキッシーが聞いたらいいだけの話なんですよね。なんですけどこれも全部ねあやふやになってるんですよね。これやばくないですかね。これ完全に消されますね、ガシコちゃんはね。7月10日まで持つんでしょうかね、すごい心配しておりますけれどもね。最近あのこの N 党にね、有名 YouTuber のヒカルさんとかね、青汁王子さんも参戦したってちょっと話題になってますけどね。オミソンどうすんのって話ですね。オミソンはもうあれですから、てこと核兵器保有しててよかった、やっててよかった、蜘蛛式みたいなノリ、いけるいける。まあ、これに対してね、私もそう思います、さすが2号さんですね、一家に一台核兵器の時代が来ます。いや来ない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 、ね、来ないのよそれね、ということなんですけどね、果たして持ってるんですかね。作ってるのと持ってるのは違いますからね。かの国にその技術力が果たしてあるのかなってちょっと思いましたけども。なんだただのドラジョーンか。いやなんだドラジョーンかい、藤子F ジョンウオですよこれね、ということで漫画の話でしたね。めでたしめでたし、のび太くん。あ、これ僕信代派なんで本題に戻ります。スイスにあるセルンっていうね、素粒子研究所がありますけど、その研究所が昨日やばい実験をしてたという、過去最高レベルのエネルギーまで上昇させ 13.6 兆電子ボルトという驚異的な衝突エネルギーをここで引き起こすとね、このセルンは過去からですね何やってんのかよくわからないとおなじみなんですよね。一説によるとブラックホールを作ろうとしてるんじゃないかとかね、時空の歪みを作ろうとしてるんじゃないかとかいろいろ言われてましてね、このセルンの研究所の中にはですね、創造と破壊の神シバ神が鎮座しておりますね。要するに世界は俺のものだかんねって言ってるとか言ってないとかって話ですね。まあこれ闇深いんですけど、なんで急にセルンを動かし始めたかってことなんですよ。あーって、私の年収低すぎ、これあれですよ、ガーシーをね消すためにセルン動かしてんじゃねって、いやガーシーどんだけ強人だと思われてんだって話でね、これもう世界レベルでね夢を語られ始めたね、ガーシーね、すごいね、すごいんですけどね、これセルンがねガーシーを潰そうとしてるってことで、逃げてガーシー逃げて、あの人がフトシをディスってたっていう話で今日終わっていきたいんですけど、あのジブリといえば宮崎駿さんですけど、彼がですね過去のインタビューでちょっとこんなこと言ってたんですよね。あの火星に住もうとするなんて頭がおかしいと、ねサハラ砂漠でいいじゃないって言ってるわけですよ。あ、これあれだと思って、マリー・アントワ・ハヤオネットだっつって、火星がダメだったらサハラ砂漠食べればいいじゃないっつってね言ってたとか言ってないとか、なんかねこうハヤオッチはアメリカのことがあんま好きじゃないみたいで、火星とかねそのなんか新しいものに目を向けるのは新しい女ばかりを追い求めてるに過ぎないと、地球上にはまだまだ未開の地があって、例えばサハラ砂漠とかね資源もいっぱいあるし、わざわざ行かなくていいじゃねえかとね、過去アメリカは木とかたくさん来てうんぬんかんぬんつって、もううるせえつって、うるせえうるせえねということでね、まああのディスられてますけどね。ふとし今どんな気持ち、ねえどんな気持ち
って思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜お過ごしください。いや、うちの車ってエンジンをかけるとカーナビがですね、今日は何の日みたいなのを教えてくれるんですよ。いらないんですけどね、いらないんですよ。先ほどちょっとねエンジンかけたらですね、今日はサラダ記念日ですって言ってきたんですけど、やかましいわ、まずね、そんなん言い始めたら何でもありになってくるじゃないかってね、タワラ待ちつって待ちこうつって、僕そもそも記念日ってあんま好きじゃなくてね、まあ覚えるのが苦手っていうのもあるんですけれども、あれなんですよ、僕の中では毎日がスペシャル、毎日がエブリデイなんですよ。あ、ちょっと何言ってるかわからないってこと。